荒川明の陶芸ギャラリーの荒川です。今回はですね、力の法則による電動ろくろ、前回につきましてね、今回は基礎の4です。それで、まずですね、挟んで引き上げる、まあぐい飲みとか湯飲みを今日やりますが、前回はですね、こういう平ぐい飲みというですね、どちらかというとですね、右手でこう押して左手で受けるというやり方ですが、今回はですね、このようなものとか、このようなものですね。で、これはですね、挟んで引き上げるということをやります、ね、挟んで上に引き上げる、左手が非常に大切です。ぐい飲みをやりましたらね、もう少し、引き上げを大きくして、このような、湯飲みを作ります。これはですね、どちらかっていうと丸みを帯びたね、まあ私丸湯飲みって呼んでおりますけどね、これをやります。これができましたらですね、さらに左手で引き上げてやってね、右手で、左手でね、土を挟んで上引き上げてやります。そうするとこのようにですね、まあ私長湯飲みって言っておりますが、背の高いね、直径のね、割と少ない、高さの方がある、こういう湯飲みになります。これがですね、湯飲みの基本です。挟んで引き上げるね、そしたらね、ぐい飲みをやって、それで、湯飲みが丸湯飲みからね、さらに引き上げていくと長湯飲みになるというね、この過程をやっていきます。それではですね、まず引き上げるってことですが、このようにしたら土取りをこうにします。そしたらこれをずっとこう持ってきて、ここをしっかりですね、で中に手を、右手を入れたらですね、こちらに、ここはね、9時から12時の真ん中の10時半っていうところですね、右回転ですのでね、そうしましたら中のこの右手で、10時半の方にまずスーッとこう持っていきます。こちらはここで受けますね。そうしたらここの手をですね、こっちに変える、こういうふうに、この手はね、こう曲がってる、こうですね、こう曲がって、ここで電動ろくろは右回転ですので、10時半のところに持ってくると手が引っかかります。これでですね、ちょっとやってみますが、片手でも上がるんですね。これがしっかり曲がってれば、10時半の方にあれが送れば、ここで、指が土に引っかかります。これをですね、自分の体の中心の方にこういうふうに持ってってやれば、このように上がります。それをですね、右手を中に入れてこう外に持ってきたら、ここで手をこういうふうに変えてやります。こう受けてるのをこうに変えてやって、はい、ここでしっかり土を挟みますね。はい、挟んだら、はい、真上に上げてってやるね。はい、これで繰り返し、目はですね、こことここしっかり、この厚みですね、これをここでしっかり見るように、次はまた外へ押しながら、手は一回こういうようにしますね。それではこっち、こうになってるのをこうに変えて、はい、真上に上げていきます。これが引き上げるってことですね。で、まずですね、今までの平ぐい飲みね、平ぐい飲みはここから、こっちだけでね、外へこうピューとこう持っていったわけですね。
ほとんどこちらの手でやってました。今度はですね、V の2ですね。今と同じように右手で外へ持ってってやります。その時に手はこうに受けてますね。はい、ここから手をこうに変えてやります。はい、変えてやって、はい、引き上げてやります。ね。そうすると、もう一回で、こういう V の実のね、形になりますね。はい、二回目は今度厚みをこういうふうにしっかりね、ここで受けてやりながら、ここで厚みを確かめて、はい、上に引き上げてやります。そうすると、もうこういう V の実になります。口はね、ここをしっかりこう止めて、こういうふうに切りまして、鹿革でここを撫でます。はい、ここからですね、この手をね、こういうふうに出して、ここの、この90度になってるとこをこういうふうに挟みます。5ミリぐらいですね、外にちょっと開きました。鹿革でここをきれいにこうします。そうするとですね、非常にこう飲みやすい、口作りになりますし、ここの部分が丸くなるからね、かけたりとか何かしないですね。はい、そうしたらここに筋を入れて、前回ね、10匹っていうのをね、やりましたね。はい、速度を少し遅くしながら、ここでしっかりこう持って、はい、これを離してやったら、ピチッと引きます。そうすると、このようにできますね。それでは次はね、半丸ですね。半丸の湯飲み。はい、同じようにこう来たらね、外へ持ってってやって、はい、ここで上に引き上げてやります。はい、同じようにもう少し外へ広げながら、ここで引き上げてやります。まずこういう形を作りましたら、ここの部分をですね、ぐるーっとね、上からスーッとこう丸くしていきます。上からですね、ずーっとこう丸くしていきます。そうするとこういう綺麗な曲線になりますね。ここで同じくですね、口をこう切りまして、鹿革で撫でてやります。そうしましたら、先ほどのこれですね、これでここをこういうふうにちょっと開きながら、これを挟んでやりますね。そうすると綺麗なね、口ができまして、飲みやすい、湯飲みになります。ここがね、丸くてちょっとね、高さがないもんですから、私は、丸湯飲みというね、呼び方をしております。じゃあ同じようにこれ切りますね。はい、こういう感じですね。それではね、長湯飲みですね。手を少し深く、土取りはちょっとね、ここ多く取ってですね、はい、外へ持っていきます。外へ持っていったら、ここで手を返しますね。しっかり返します。はい、上げます。
はい、2回目もね、こういうようにそこを受けてからここで手を変えますね。はい、これで真上に上げてきます。真上に引っ張り上げてやりますね。それではね、先ほどと同じようにここをこういう切って、鹿革で撫でます。ちょっとこう押さえるようにしてやるといいですね。それから先ほどのここを使ってここへこう当てといて、ここをちょっと開きながらここを挟んで、で鹿革で撫でてやります。そうしますとね、このような格好になりますね。切れるところはここです。手がここに当たってましたのでね、前回説明しておりますが、ここの下をこうステンを入れてですね、これを切るわけですね。はい、このようになりました。それではですね、ここの口ですね、まずここをこういうふうに、しっかり切りますね。そしたらこういう格好になってるもんですから、ね、ここがこうザラザラしてますね。これをまず鹿革で、こうしっかりこう撫でてですね。そうしましたら先ほどのこの手ですね、こういうふうに、指をこう出してやって、それでここでこれを受けてやって、ここの頭とこの側面のここの角、ここをこうスーッとここでしっかりこう挟んでやりますね。こっちの手でしっかり受けてやって、そうするとこういう格好になります。そしたらね、鹿革でここをこうに撫でてやるとね、綺麗な曲線で、でちょっと外開いてね、口当たりのいい飲みやすい形になります。それでは削りですね。まずこれ丸いの意味ですが、電動ろくろの上に、まあ私の場合ですね、同じ、形のものをねたくさん作った場合は後からちょっとやります。1個でね、形いろいろ変えてった場合はですね、まあこういうふうにね逆さまにして1個で削っていきますね。で芯を出してここでこういうようにねやって、今大体出てますね。そしたら、粘土を紐にしてですね3箇所留めます。でこれをねこういうようにしてこうちょっとこう挟むんですね。こういうふうにね、でちょっとこう折り曲げてあります。挟んでちょっと折り曲げるね。で折り曲げたらですね、ここですね、ここへこう添えて下をしっかり留めますね。上やるとここへこんでしまいますね。はい、3箇所均等にですね、上は軽く、下をしっかり、止めてやる。下はしっかり、はい、はい、このようになりました。それではナイフはこれを使いますね。まずここの部分をこう取ってあげます。まあ初めですね、ここで高台の大きさを決めてもいいですね。このくらいとこのくらいですね。で、それに、近づけてこういうように取ったら、ここ、こういうようにここをしっかり両サイド止めて、こういう持ち方ね、たらこっちの
ところでここをずっとこういうふうにしていきます。だからここの部分をこう取りますね。だこの中ですね、中はこのように持って、これをねこっち引いてきます。スーッと引いてくる。これをこうまっすぐにしない、これちょっとねこう斜めにしますね。でこの真ん中はちょっと飛び出てるように、それはなぜかというとですね、ろくろ引いた時ですね、ここの真ん中が一番低いわけですね。ですから平らに削っちゃうとここの部分が一番薄くなってしまいます。だからこのね中とちょうど反対になるように、真ん中はちょっとこう飛び出てるよ。ですからこのナイフをこう斜めにこうしていきますね。あとはねこのようにね手でやってもいいしですね、鹿革をちょっとね水を、絞ってこのようにね、きれいに、すればいいです。次はですねこれを削るんですがね、同じものをたくさん作った場合をやってみますね。その場合にはですね、土をここに置いて、台を作ります。ここを平らにしてですね、でこれがだんだんこう細くなってくるように、でこれがこう入るわけですが、これはもうちょっと太いですね。こうに来るわけですね。それでこのまんまだとここの土がこの中についてしまいますので、こういう布ね、これをこう水をつけてで絞ってですね、これにかぶせます。はい、そうしたらねこれをねこういうふうにかぶせて、ここで回転しながら芯をこう手をここ添えてね、でこう横に添えて、こっちもこう添えれば、このようにすぐ芯出てしまいますね。はい、そしたらねちょっと平らに削って、まあここを少し削ったら高台のね直径を決めてやります。ナイフをこう持ったらね、これをねスーッとこう近づけてくるようにね、芯に近づけてくるようにこうします。でこのサイドをこう取りますね。今日続けて撮影してますのでね、まだちょっともう少し、土をここね、乾燥させてからやる方がいいですね。はい、そしたら中を削っていきますね。こういうの削ったり、ここはこういうふうに削ったりしますね。で真ん中が飛び出てる、ここからスーッと内側にね、で鹿革でね軽く撫でてます。はい、これでいいですね。
これはね、全体こうやってスーッと上げていくとうまくこう取れますね。今回はですね、挟んで引き上げるね、これはね、非常に難しいんですが、まあ今日ね、私のね、電動これやってるところをね見て、引き上げる練習を一生懸命やっていただければと思います。まあ、このようなね、動画、それから私の趣味とかね、陶芸に関するいろんな情報を荒川明の陶芸ギャラリーはお届けいたします。ぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。